はい、どうも、亮介です。今回ですね、96ガロン使ってくださいという声がなかったんで、これ使います。なかったんかい。ガーチャグラのホッケーフト。まあ、最近ケルビンとかばっかりでね、96使ってなかった。あと、96使ってる人自体おらへんっていうの、これ。よっぽど終わってんねやろな、この武器、今、現環境で。プライムのが明らかに強いもんな。その中で私、インクミラクルズで、インクメイン、インクサブ、インク回復数すべて 1.3 ずつ積むという、この安定ガロの立ち回り見せてやるよ。このようにシールドを使いますよ。シールドはやっぱ強気に使っていけるんで、ケルビンとかやったらインク切れるから、ケルビンっていうのはスライドにもインクいるんで、結構ね、インク消費が怖いからシールドあんま使えへんのよ。ヒーローガロンっていうのはもう、全然動きがね、もうこれしかないんで、シールド貼ってこれでダイレクトで立ち回るしかないんで、シールド貼り放題ですか、簡単に。はい、このようにね。YouTuber にやられたな。某大物 YouTuber に。まあ、しゃあない。は?させるかよ。よいしょ。何やと?メガネ。ちょっと。強すぎんか、お前らやってることがよ。さあ、1で止めたぞ。オッケー。これが俺の意地だ。1だけにな。いやー、相手ランキングするやつ強えな。こっからよ。ノックアウト以外負けっていう、この辛さの。序盤から一気にもう辛いのを当てられていくっていう。だが、ここで土壇場での無双が入れば。帰ったか。よいしょ。シールドだけ授けよう。あー、下手くそだった。ごめん。もう一回張り直すわ。はい。なんかおんのよな。ロンネックが。侵入していきたいな。当たれ。当たらんか。いやー、めんどくせえな。おった。よいしょ。ナイス。あ、シールドでやった。よし。俺乗り込むわ。そう。1で止めるというチャンスをつなぐ。それが俺の役目でもあるんだ。うわー、ここまでかよ。まあでもなかなか、ナイスファイト。ジャム。よう頑張ってます。諦めない。よいしょ。さあ、シールド。うわ、うまい。うめえ。まあ、ソイチューバーとか、まあね、全武器あれやからな、極めたらマジで強いからな。ソイチューバー専門店かな、あいつ。やるじゃねえか。わー、まあ、爆風をうまく入れてきたって感じか。はい。ここ安定的に立ち回らせてもらうぜ。時には安定を取ることも大事なんだぜ。一線残し。ただ1分からないっていう。一線残し。ちょっと前行こうか。ちょっと1分からないですね。なんか変なとこおんぞ。傘もやれるかな。よし、やった。うわー、やられたな。さあ、校長も一か八かよ。勝ちに行くしかないね、こっちとしては。おめまちゃんとか関係ない。勝ちに行くには飛ぶしかないっていう。よいしょ。オールダーナイス。行くぞ。いや、乗り込みたいから早く、あれやな、そうそう、矢倉進めて
で、乗り込み安定なんだよな。そうそうそう。各自、乗り込んでいけ。よいしょ。どっから来るか知らんが。よいしょ。ちょっと待って、うわー、ごめん。ナイス、オールダウン。俺たちの、渾身の思いよ。届けー。届いた。これが俺たちの思いだ。ガーチャグラのザートマーケットやっていきましょう。さあ行こうか。まずはシールド。まあちょっと微妙やな。もうちょい1を修正するか。1があれば中央でちょっと居座って、相手の注目の的になる仕事でもするか。まあ、どんどんシールド繰り出していけるし、そこまで問題はないかなと。当たらんかな。当たった。しゃ、シールドを矢倉に届けていくという、シールド突破が可能なので。よいしょ。お、ナイス。後ろおったっけ、わからん。シールド、なんか後ろおるわ、ごめん。しかも飛んできてるし、どんだけ強気やん。どうします。さあ、ナイス、ワンダウンからの、まあ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 、ちょっと突破でも試みるか。玉置きハイパープレス、ハイパープレスが超えとんな。一旦下がるか。2ダメージしな。ライン下げてシールドで待ちやな。うん、待ちやね。インク回復してちょっと待つというプレイング、ヒーローガロン特有のシールド貼って待つ。まあ、時にはスパチャク入れれんねんけどな。よいしょ。やべえな、これ、矢倉が。フリーで進んでちゃってるっていう。まずいな。位置的に止めづらいしな、そこは。いや、マジ？あれ、なんで？すり抜けてきよった。ナイスナイス。でも、俺でも見えたから、大丈夫。センサーはライフで受けましょう。カーボンか。そこ飛ぼうかな。カーボンにやられそうだし、味方が。コズ。なんで当たらへんねん。ちょ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 。ほんまもう、なんで当たらへんねんってガキが。意味やから。いやー、うまいな。いやいや、展開的につらい、これは。うわ、悪質や、やってくることが。まあまあ、まだ1分半あるのか。チャンスを伺うしかねえな。いやー、強えーってな感じやわ、ほんま。またハイブリ打たれたら終わりやしな、これ。打たれちまってるしー。じゃあ、天空かわすしかねえ。詰めよ。センサーぶち当てられたか。これはちょっとチャージャーの対象になるから一旦下がるか。前でな、勝てねえんだな。でも
出れねえ。でも左から行くか。人数有利を取っていきたい。まず一品倒せるやつ敵から倒してちょっと人数有利取っていくわ。おらんか。どこやクイボフォームを投げてくるやつは。シールド使ってくれ。これうまい。もう一品いこうか。よいしょ。いやー俺だよ。対戦ありがとうございました。バイバイ。まあ十分頑張った。はい、オッケーオッケー。ガージャグラのホッケフトをやっていこう。最後さあ、プラーわらわらおるな。いつもあの人のマッチングする。いつも同じやねんな、俺の相手たちは。同じレート帯におるってことや、我々。後ろ抜けたとかないよな、イカ忍者で。イカ忍者、マジ抜けてくるからな。怖いな。ホッケフトはあんま、シールドの聖地やからな。マジ強え。よーし、よーし、微妙。何これ。微妙すぎんか。うわ、味方の装着に寄ってもうたな今。しくったわ。味方の装着にビビった。まあええわ。うわあ、まあまあまあ、ちょっとショートカット。なんで？ナイス。エクプロと。ああ、やっぱ俺はおったな。なんか全然、イカ忍者からな、消え俺は。強力やな、イカ忍者は。よいしょ。ある程度カウント取ったら、このエンジニアとかちょっと塗りたいな。逆転されるとき対策に。ローラー後ろから来る。絶対そう、分かってたのに。もうカーリング来たらそこにローラーおるってことやからな。この手のプレイヤーは。もうワンパターン戦法やから。もうカーリング、イカ忍者、バッシーンみたいな。もうワンパターン戦法やから、俺はそれを見抜いている。そうか、何、狩られないぜ。まあ、一旦ちょっと塗るわ。よいしょ。オッケー。装着でも打つか。はいよ、いただきます。よいしょ。ローラー消えたの。これ誰や。やばい、ローラー来た。うわー、もうええかげんせえよお前。ローラー無双がマジ負け筋やからな、気ぃつけないと。ローラーほんま裏入られたら全員破砕されてるから。補給不当とか。ナイスナイス、味方強いな。ナイス、オッケーオッケーオッケー、サンキュー。とりあえず振り回して、で今ローラダウンか。ローラ2人おんのか。今気づいたわ、今気づいた。シールド出た。ここは突破を試みるわ。あ、ミスった。やべやべー、狩られる、狩られるよな。それはもうな、ローラー飛び込む方が勝つと思うから。あ、まあ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 、オッケーオッケー、まあ18オッケー、十分。さあ、またカーリングの手口気をつけていけよ。カーリングの手口な。カーリングのその矢先にはやつがおるということを覚えておこう。イカ忍者やからな、ちょっと弾を置いといて鋭く立ち回らんとあかん。
ッケーオッケー、まあまあ落ち着いていこう。かなり塗り状況いいしな、ローラーも動きにくいはず。やつがちょっと無双入ってんな。なんかどっか飛んどるな。強気に、うわあ。まあまあまあ、この手の旋風が大丈夫や。その前線で駆られまくるのがマックス筋やから、こっちから巻いてやられる分には別にいいよ。今回味方めちゃくちゃ安定しとるから、これでもかってくらい安定してるから負ける気がせんっていう。あー、ごめん。ナイスナイス、全員強かったな。ガージュグラのホーキフトをやってみましょう。まあ96もなかなか久しぶりにやったら楽しいもんやな。さあ相手は傘かな。抜けてきてないよな。抜けてきてそうで怖いっていう。トーピードいやらしいな、マジで。トーピード痛い。やめてやめてやめて。トーピードかよ。うわー、ごめん。さあ、ケルビン、やばいやばい。ケルビンは強いよ。まずい。さあ、2ダウン&2ダウン宣告。こっちから来んのかな。うわ、やっぱ来るか。チャージャーちょっと入られんな。いった、よう当たんな。それがあのローラーうまいな。さっきの試合の時にもおったけど割とやりよる。スパチャク、うわうわ、消えた。消える、あいつ嘘みたいや。消えよる、あいつは。ほんまにイカ忍者うまく使ってきやがる。容赦ないねんけど。やべ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 。どこや。よいしょ、おかわり。ケルビン。ローラーか？やばい、これ俺死ぬ。めっちゃ速いからな、足が。詰めてくる速度がおかしい。ローラバリバリ速いから気をつけろ。よいしょ、うまい。今のハイプレのかわし方がうますぎた。スルって抜けたからな。すり抜け打ったから。さあ、チャージャーどこ。あ、おった。うわー、当てられそう。ローラーの手口は知っている。うわー、でも借りきれないか。シード届かへんな、俺。うまい、間から弾通した。でも相手が多かった。まあまあいいでしょう。ハイプレ通してくんのか。うーわ、ローラーは、ローラーはローラー落ちてんな。よしよしよし、俺はおらんかったら結構強気に出る。ここグワーンと強気にいきましょう。ビビらす。サイカ忍者来ると思った。ローラーがあまりに俺の方に来ないということはもう来てるということだ。さあ、またイカ忍者来んぞ。来るぞ来るぞ来るぞ。さあ、読めていた、イカ忍者。よし。イカ忍者の手口を、ああもう。手口を読んでるからね。
まあただカウントがな、これ63渋い。一発そのローラー無双入ったら負けやからな。ローラーもおるよ。OK。これローラー意識の立ち回り。ひたすら。ひたすら敵ローラーを意識するして、メタっていくっていう。やつが強いのは分かっている。ローラーどこやろ。守りの試合やな、これ。守りきれんのか我々。よいしょ、狩られるわ、ごめん。やばい、やばい、ナイス。やだよ、負けたくない俺は。ローラー無双が負け筋か。ハイプレか。厄介、厄介、厄介。よっしゃ、 OKOK。 なんとかローラー無双阻止したな。ガーチャグラのスタートを曲げてやっていきましょう。さあ、まずはまあ適当に真ん中でシールドあってって感じか。うわ、強力なアタック、やばいやばいやばい。トーピードなかなか解除させてくれんからな。ガロンの弾全然当たらんっていう。ひえ、スリーダウンやもんなこれ。ヤグラ城とここと、でラストここ帰るかな。うん、ラスト一品あそこやな。ちょっと追い打ってみるか、調子こいて。オッケーオッケー。スリーダウンから2人倒したから味方も喜んでんな。帰ろう、さすがに無理っぽい。デッドゾーンに入った。下がるか、どっかこの辺中央とか一気に歌うとこ。よいしょ、微妙シールドを置きます。さあ乗り手が不足したな。一旦ゆっくり行こう。よいしょ、狩られるか。狩られなかったらラッキー。ハイプレ味方か。いや敵やなこれ。よいしょ。アクロバティックすぎた。ちょ、もう一発。あ、しまいにあった。いやー、めんどくせ。いや、インク回復ギアが強い。だが、H3 リューガン D でやられたって。まあ、それはそれでいいわ。ジェッタやばい。うわー、なんか、枯れるか。お、ナイスカット。助かった。うえスプラチャージャー。さあ味方やられていく。うん、どういこうかな。微妙。うん、まあゆっくりいこうか。はい、おお、シールドあるから俺は耐えれるぜ。よいしょ、これ着地返したいが、さすがやな。うまい。うわー、うますぎる。やばいやばい。オールダウンはやばいよ。もう、助けて。やばい。適当に通される。うわ、うわー、シールドミスったし。上に乗ってもだもんな、あそこね。跳ね返そうとしたら。
バッタリ無双やな、これは。やばい、あいつがおるだけで終わっちゃう。はぁ、強すぎやろ。やばいやばい、ほんまに強い。いやー、マジスパッタリーやられたっぽいな。ジェットはやばい。まあ乗りながらチャンスを伺うって感じか。でもヤグラがまだまだ戻ってこないんだよな、これ。裏からチャージャー潰しにいかんと勝ち筋ないか。うわ、なんでそんなとこ潜伏しとんねん。立ち悪っ。もう嫌いやわ。さあ、ナイスナイス。ただこれ相手ハイプレ2人おんねやろ、多分。いやー、勝ちが見えてこねえ。今だ。うわ、無理やんな。あかんわ、スパチャックは全部封じられてる。まあまあ圧倒されてしまったな。ご視聴ありがとうございました。